ねじゃねえ、うん、乗らないんで。明けましておめでとうございます。ラタギダモンスターです。よろしくお願いします。イエーイ。それを聞きます。じゃあ1曲目は専業主婦宣言という曲です。聴いてください。月火水木喋らないと。なかなか今日は6曲やろうかなとかなんか言ってたら、5曲にしときましょう、新年会ですから。まあそんな感じでですね、5曲なんです。次の曲は僕の楽曲で、本当これは
って思ったんですけど、そういうことはボサノバメロンパっていう。ボサノバメロンパ。歌詞が見えないんで、僕こっち向いて歌いますので、ちょっとこれぐらいで歌おう。それでは行きまーす。ワン、ツー、サン、シー。自転車で香りがするかもしれません。メロンパン、はい、ボサノバメロンパン、アンパンの中に梅がこうやって仕込んであるような、そんな感じの雰囲気の中です。ボサノバカレーパンが美味しい季節、カレーパン、カレーパン。3曲目はね、小心者の歌だから、この中で小心者の人、僕も小心者です。そうは見えないよ。いや、小心、すごく小心者なんですよ。もう、スイカの種ぐらい。まあ、そんな感じなんですけどね。今日は曲数が少ないから、MC をちょっと広めに行かないといけないぞみたいな感じなんですけどね。なんか YKP さんは今年の目標とかあるんですか？今年の目標ですか？はい、今年の目標はですね、あと3センチ背が伸びることを。素敵な目標ですね。あと3センチ背が伸びるような形で頑張りたいと思います。小心者のバイブル。これは織田さんが作りました。織田さんが作詞して今度曲できたんですよ。私これで小心者でじゃあなくなるでしょうか。
ていう話があって、じゃあこれちょっとワールドにやってみようぜみたいな感じでですね。おちょっと MC が長いわあんたみたいな。それが初心者の場合。今日雪の車の中でですね、あ、ちょっと、ちっちゃいました。
旦那さんの話題が。ワイケピさん、こうなんですよ。どう思いますか、ワイケピさん。いや、僕もソースはかけるけど、あ、君の旦那さんはマヨネーズが好きなんだね、みたいな。これ、うちを。で、次は腕と触れ合いの人。いきますよ。あ、疲れた。
コイさん、腰が大丈夫？ダイエットしようね。大丈夫？よかった、無事で。ああいう場合に、大体見てくる機会が多いわけなんだけども。3年前の夏、8月の17日ぐらいに、階段から、アパートの階段から振り落ちて見てることを変わった瞬間にそれ見てそんなこと関係ないよという形で今かけいそいそっといや、いそいそっと笑っていただきます。大丈夫かな。あ、今バードエイドを貼ってたので、コイさんの腰のところにバードエイドを貼ってる、こんな形で第5分、腰のあたりに腰を貼ってくださいよと、ママさんの方からラプトを受け取り、そして大物に小色のシャツを着たコイさんが、ながら曲と同時に反り繰り返っとるもん、大物に座ろうとしています。それでは落書きのモンスター最後の曲になりました。ありがとうございます。落書きのモンスター最後の曲になりました。お騒がせしました。最後の曲はそろそろ季節かなと思って良かったって最後の曲は一応で締めたいと思います。ストロベリーっていう曲やります。ストロベリー行くぜ。行くぞ。よ。よ。Thank you.